真ん中真ん中終わったら左の方に行きますよ。じゃあ左側の人たちにどんどんずれてってください。あんまりお一人ずついけないんでいっちゃってください。今動いてる人たちわかってますかね。じゃあ真ん中変ですね。オッケーですか。はいはいありがとうございました。ではそれではまずは一言ずつ昨日から公開されてのお気持ちも踏まえましてご挨拶をいただきたいと思います。まずは主人公春日隆を演じられました伊藤健太郎さんです。え皆さんこんにちは。 伊藤健太郎です、えー、ようやくこうやって初日を迎えることができてすごく安心しているのと同時にやっぱり、ね、何回も経験してますけど初日っていうのはすごく緊張するなと、えー、今改めて実感しております今日は短い時間だと思いますけれども最後まで楽しんでいってくださいお願いしますありがとうございました続きまして中村沙を演じられました玉城ティナさんです、はい はいなさんこんにちはこう無事初日を迎えられて本当にこう嬉しさとほっとした気持ちとでいろいろな感情が渦巻いてるんですが、まあ、いろいろこうさっきも新宿で舞台挨拶をしてきたんですけど原作者のおしみさんと。 マリエもここからプラスになってフルメンバーでお届けして、本当に楽しく舞台挨拶できればなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、時は彩を演じられましたイートヨマリエさんです。はい。あ、ありがとうございます。時は彩を演じさせていただきましたイートマリエです。 えーとこのあのキャストの皆さんとおしみさんと監督とこういう風うにあの舞台に立てて嬉しいです今日は短い時間だと思いますがよろしくお願いいたしますありがとうございました続きまして佐伯木七子を演じられました秋田しおりさんですありがとうございます佐伯木七子を演じました秋田しおりですえーともう撮影している期間のあんまり 記憶がないぐらい熱中して取り組んだ作品がこうやって昨日公開して舞台挨拶に素敵な監督と原作者の方と先輩方と一緒に <laughs> あの登壇できていることが本当に嬉しいです今日はよろしくお願いしますありがとうございました続きまして原作者の押見修造先生です原作者の押見修造です えっと非常に感慨深く思っております。あの僕のあの最初漫画書いたときは本当にあの自分のために書いてあの誰もわかってもらえなくてもいいと思って書いた漫画なんですけどこんなたくさんの人に見ていただけてこんなこう僕がここに並んでいられることが非常に光栄に思っております。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてこの映画の監督になります井口昇監督です。あ。 ありがとうございます。えー、皆さんこんにちは。えー、監督の井口信夫と申します。えっ、ー、と約8年ほど前におしみ修造先生の原作を読んだ時に、あこんなに自分の青春とこう真空する漫画はないと思って、あもう絶対これを僕は映像にしたいと思いまして、おしみ先生に直接映画化させてくださいって。 お願いしましたそっからま右、あ、右曲折がありまして約8年の月日を得て実現してこの素晴らしいキャストの皆さんと実現できてこうやって舞台挨拶できていることが僕は本当に今は嬉しくてもう,なんだろう歓喜はまだ重いです胸がいっぱいです本当に皆さんありがとうございます今日よろしくお願いします映画ついに全国公開おめでとうございます ではスシールカメラマンの皆様ここからフラッシュなしに切り替えてください。いやついに公開でございます。はい。いやいやいとか言って。ねえやっといろいろありますね。なんか年齢層が高めですね。そういうことを言うんじゃないよ。いやいやすいません。そういうことを言うんじゃない。いやいろんな世代の方に届くそういうことの作品そういうことが言いたいありがとうございます。はい。嬉しいです。ね皆さん気づきました。ほら伊藤健太郎さんの胸元。うん。 あのささっきからこれさあったけどどうして何も言わなかったねあのなんか言わないことが素敵というふうにやめなさいそこの話今ここでしなくていいからでなんかあの僕のスタイリストさんがですねあの今日のためにこれ作ってくださった悪の花の素敵結構2回ぐらい書き直してくれた手作り完全手作りで愛ですねはいありがとうございます作品愛ですよねでも皆さん見たのでもう伊藤健太郎さんの今までの のイメージが覆されたと思いませんかんすっごい静かに皆さんうなずいてますね <laughs> そうでもないみたい,ないやいやいや,いや,いやし,みしみじみと <laughs> みじみ衝撃だったと思います、はい、でどうだったんでしょうか伊藤健太郎さんは、はい、今回まあこれだけすごい,い,い感情を揺さぶられるような役をしかも全身全霊でやるということが、はい、オファー来た時に感じたと思うんですけれども一番最初にオファーを受けた時ってどういう気持ちだったんでしょうかうんやっぱり まず最初に中学生の役ですっていうふうに言われて、えー、これは大変な撮影になるだろうなっていうのも思ってましたし、まあ、それと同時にやっぱ今までやったことないような作品、えー、役柄でもあったので、えー、これが僕にとって、ね、役者としてこれからやっていく上で絶対大きなものになるなっていうのも最初から感じていたので、えー、すごく嬉しかったですし。 まあでも、あとはやっぱその、まあ、先ほど監督もおっしゃってましたけど8年間温めてきたっていうすごく熱いお話を初めて会ったときにさしてもらってその時にすごくそれを僕にやらさせていただけるっていうのがすごく嬉しかったのであのプレッシャーとかっていうよりかはあのいいものを作りたいなっていう気持ちの方が大きかったですかね。今ののお話の中で、まあ 役者としてこの作品出ることでこう大きな、ね、変化になるみたいなことをおっしゃってたじゃないですか出来上がった作品ご覧になってご自身ではどうでででしししょうううか最最高高すすよねお<ー> <laughs> ありがとうございいまたやっぱどうなるのかなと思って結構ドキドキしながら、えー、試写見させていただいたんですけどもう僕はやれること全部やったつもりで送り出したのでそれをすごく素敵に、えー、切り取って編集していただいて。 全体的にすごく素敵な作品になってたなとありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして田嶋ティナさんの中村さんもすごかったですよね、はい、皆さんで。いやありがとうございます。そもそもすごく人気キャラクター、はい、先生がねお書きになったこの原作でも、はい、それをこ自分がやるにあたってまあ、プレッシャーもあったと思いますし、あとどんなところこう気にしなきゃいけないっていうふうに考えながら演じてったんでしょうか。 はい、やっぱり中村っていうキャラクターがすでにこう、まあ、圧倒的なやっぱり存在感がありましたしやっぱり私が演じるっていう上ですこ,う私が演じることによって何かこう中村にプラスになる要素があればいいなという,ふうに思っていたのでいろいろ漫画は私は一番参考にしましたかねやっぱり彼女の魅力っていうのは駒から伝わってくる表情だったり、まあ、セリフだったりすごくいろいろなものを受け取ったので。 やっぱり漫画を一番参考にしましたし、でも何て言うんだろうな、こう漫画っぽさっていうものを、うん、こう演じる上で現場にいるときはそこまでとらわれないようにっていうのを心がけてましたね。でも本当に中村に出会えて私も良かったなと思っております。はい、おしみ先生いかがですか今の。 いや、とても光栄です。嬉しいです。ありがとうございます。はい、あの。<laughs> 僕の中ではも、中村沢というより、たま、玉城沢になってるので。光栄で震える。それぐらい最高だと思いました。はい。いや、ホッとしております。ありがとうございます。ありがとうございます。 さあ続きまして伊藤さんにお伺いしたいと思います今回高校生編を初めての映像化になるわけじゃないですか、はい、まあその綾さんを演じるにあたってのプレッシャーですとかあとやっぱり中村さんとちょっと共通するようなところもあるのかなと思ったんですはい。そうですねやっぱりプレッシャーを感じない人はいないんじゃないかってぐらいのやっぱりもうでも演じていてあのー 大切にしたいなと思ったのはこうなるべく「の悪の花」のファンの人たちに違和感なくなんかこう邪魔しないようになんかこう見ていただけるようにしたいなと思っていてその中村さんとちょっとリンクする部分をあの監督の意図でこう作ったんですけど「には」っていう笑い,笑いの笑顔のシーンはあのすごいこだわってそこは。あの もう中村、ティナの演じた中村さんは撮り終わってたのでそれをちょっっと見せててほしいっていう風に、うん、現場でティナにも電話して出,し <laughs> う出れなくてごめんテレビ電話してちょっニャハってやってほしいなリアルニャハを見せてほしいなと思って電話したんですけど、はい、まあそれはちょっとかなわずだったんですけど急いであのコンピューターでなんかこう撮ってもらったやつを見せてもらってあとは賢太郎君の目の前でニャハっていうのを何回もやって。こう あのに見せていくみたいな作業み、うん、しました。あニア確認してましたよね。ニア確認はすごいしました、ね。しした <laughs> はい。そこぜひもう一度ねみんな見てみたいですよね。はいありがとうございました。すごいこだわりのニアでございます。<笑><笑> さあ続きまして秋田さんにお伺いいいしたいと思います秋田さんはオーディションでこの役を勝ち取ってしかもね横にいらっしゃる皆さんとの同級生の役ということでございましたけれども、はい、実際にどうでしたか伊藤健太郎さんとか玉城ティナさんとご一緒してみて何かこうやっぱり皆さん本当にオーラとかパワーが本当にすごいので本当に相談とかも本当に恐れ多くてできないしお話も全然 <laughs> なんで。<laughs> <laughs> そんなことないよねよなんで私なんですか <laughs> <laughs> 一緒のシーン作ったよすごい話せなかったんですけどやっぱりその芝居をしている中であの皆さん本当に引っ張っていってくださったのでお二人のおかげで なんか、さわ、さ違う、佐伯さん。急に。佐伯さんが<サワ>、本当に映画の中に存在できたのは、皆さんのおかげだなと思って、ありがとうございました。とんでもない,いです。でもね、本当に当時十五歳。そだったんですけど。うね、もうね、すごいんですよ。あの。 どうして構えて女優さんとして、ねうんね、15歳っていう年齢を感じさせないぐらいの、ね、あの感じでいてくれたら僕らもすごく、まあ、あの言い方悪いですけどやりやすかったというかいや不安なさ全くなかったですよね、うん、なので安心感はすごくありましたね自分のね思うものですごくスクリーンに映ったんじゃないかなと思います、ねうん、素晴らしかったです、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございますさあ では、これは代表して伊藤健太郎さんと玉城ティナさんに聞いてみようと思うんですけれどもお二人、数々のもうほら難関的なこうシーンを撮り続けたわけじゃないですか今回の映画の中で,、はい、でこれは個人的に本当に渾身のシーンだった、うん、一番心に残ってる撮影だったっていうのはどこでございましょうか。山場がたくさんあって伊藤さんとこう協力して。 作り上げるシーンっていうのがすごくたくさんあってねやっぱ見てくれた方だからこそ,やっぱりその最後のやっぱお祭りに向かうところのこうなんでしょう中村の弱さだったり今春日の強さだったりがすごく入り混じるシーンというかあのバットの持つシーンとかっていうのはなんか今までのこうシーンを経てすごく作り上げられた関係性なのかなっていうふうに思えて。 すごく私としては印象に残ってますかね、うん、うんまあねでも本当これ上映後ですよねそうだよう <laughs> 全部なんですよ本当にとと <laughs> 本当のつまんない回答しますけど全部なんですでもその中でも、うん、やっぱこういろいろ撮影時のこととか、うんえー、見た後のこととかいろいろ考えるとう,ん、うん、なんですかねやっぱりでも僕は 二宮金次郎に<ー>、えー、パンツを被せてる被、ええってる二宮金次郎がパンツをかぶってるのを部あ教室の窓から見てる春日っていうシーンがあったと思うんですけどありましたねいや <laughs> あそこ大事っすよねあそこはね実は結構あの、うん、健太郎さんと話し合って、ね、で健太郎さんがこういう芝居をやってみたいんですけどどうですかってアプローチを僕にしてきたんですようん、うん、でいいんじゃないやってみてもいいと思うよみたいなことを言って、うん だから渾身のお芝居はすごいしてるんでであそこの一連のまあ廊下歩いてきたりとかあそこの窓から見てるっていうあのくだりが春日にとってすごくこうなんだろうな変わるポイントというかう分かりやすくこうしたかったので結構いろいろ考えたんですけど僕の中の答えがあれだったので監督にちょっとりあえずやるんで見ててくださいって言って、うん、あれやらさせてもらったらもう OK と言ってくれたのであれは嬉しかったですねありがとうございます。 逆にあの僕あの基地のシーンの中で、はい、あのー、お二人が向き合ってで健太さんが高骨とするカットがあるんですけど <laughs> あれをすごく原作でもすごい高骨としてる表情が多くてですね、うん、それを何とか模写っていうか健太さんにそのまんまやってもらいたかったんでそこはすごいこだわりましたよね <laughs>、うん、あの写真見せてくれましたよねえそうそうあのうう画像かこういう顔ってすごいぴったりというか本当ですかはい見比べたんですけど。はい

私は映画の中で一番好きで、うん、あの漫画と本当にそっくり、うん、そっくりって言ったらどうなのかな、うん、なんかもう本当にそのままのお二人がすごいなと思って、<laughs> そこが一番でもある 原作者さんから見たこの映画のココアっていう聞きたいんですけど聞きたいですよねですあのあの先ほど健太郎さんおっしゃった,たところも、はい、僕もあのなんでしょうみこう水のように飲み込めるなと思ってそのカスガの心情がですね、うん、そのまさにその自分が漫画でやりたかったあのカスガのこうあのあの文系不良感っていうんですかねその文系だけど 反社会的なところっていうのがすごくばっちりだったんですよ、僕のにまにすごい嬉しくて、あ嬉しいです。でも、もう言い出したきりがないんですよ僕はもう原作者としては本当に嬉しい映画でして、ああ、しいです。なんでしょうね、やっぱあの、廃墟で、夏祭りの前に、廃墟でバットで、長村さんがこういんってやるところのところとかも、泣かずには見られないような段階で、う嬉しいですね。嬉しいです あの本当に清水先生とはずっとメールで制作状況とか実はキャスティングも相談したりしいたんでしょう、うん、で、うん、伊藤健太郎さんってどう思いますかとかやっぱり相談をしたりとかしていてあいいと思いますみたいな感じになって、はい、なので試写の時に先生がどう反応されるかすごい心配だったんですけど実際、いかがだったんでしょう。か <laughs> <laughs> 全部分かってもららえたた思いいいましし、はあ、素晴らしいおうございます 嬉しいですね、すねそう言ってもらえると本当に本当に嬉しかったです、うん、はい、ありがとうございました <laughs> さあ、実はここでちょっとサプライズのことがあるんですよはいスペシャルプレゼント、<お>なんとおしみ先生からございます<っ>それぞれのキャラクターの書き下ろし色紙を書いてきてくださいました、えーえー 海辺のシーンのカスと中村バージョンは監督用にあるということでございますよ。はい、さあそれでは早速あのお取りつつ渡していただきたいと思います。その意味でね。ちょっと見ていただいてね。はいはいそれではまずは。うわやばいぜこれ。じゃあどんどんあの一歩皆さん出ていただいて受け取るときにはい。おお怖いよ。すごい。うわ素敵。 これやばい。ちょっと後でね。私こんなに可愛くないけどめっちゃ美化して、はい、え、僕出てない今日いいんですか？お、お、ワンチョイス。おや。じゃあちょっと、あ、すごい。ほらちょ。似てる、はい、似てる。感動め、ね。見てみたいと思いますけれどもまずはでは伊藤健太郎さんのちょっと皆さんにも見えるようにこのように用意しました。ほら。どうですか？すごい似てる。お<ー>、<laughs> 似てる。これすごいね。

すごい素敵な愛を描いてくださって本当に嬉しいですなんかここかなっていうシーンが思い浮かんだんですけど打ち上げの時もおしみさんこう描いてくださってどん,どん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 こうこんなに原作者さんの愛が伝わる作品も珍しいんじゃないかなと思うぐらい本当にありがたいです宝物ですありがとうございますあり、うん、います,いますじゃあトヨさん見せてください<ー>はいお<ー>お<ー>、いてるね 見てみて。うんうんうん。似てる似てる。鼻と口が似てるよ。おお。それ以外はね。じゃじゃじゃ特に。特に大事。いやもう宝物です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい伊藤さんがこままになるとこうなるんだっていうね。はい。ありがとうございます。さあ秋田さんどうでしょう。はい。おお。可愛い似てる可い。すごい額縁に入れて。 天井に飾ります。天井。寝てるとき。寝ながらとか。ありとうございまこれちょサランラップとか巻いた方がいいんじゃない？何を言ってる？なんかこすれか？いやなんかこうインクがさ薄まないようにね。ごめんなさい。初めて聞いた。両サイド天井。そうあれっていう両サイド天井とサランラップ。じゃあ最後に入り口監督のこれがすごいまた。 はい。これがさっきちょっと私がね物語性格これは海のシーンですよねすごい素敵私監督の映画が一番の形をそれも一緒に自分の日が上かと思ったでもこれ素晴らしいですねそのパターンもありましたねありがとうございます嬉しいいや素晴らしいですねすごい はい、いいね、はいどうもありがとうございました。えー、ありがとうございます。嬉しありがとうございし。あいしさあ、そしてもう一つスペシャルなお知らせがございます。なんと、この映画、うん、悪の花、ポーランドで行われる。ファイブフレーバーズ、アジアン映画祭の出品が決定しました。えー、ポーラ、ンドです <laughs> すごい盛りだくさんじゃないですか。ありがとうございます。映画祭の期間が11月13日から11月20日海外で花が咲くんですけれども、伊藤さんご自身の主演作が海外で上映されるということでどうですか。海を背にしの11月？11月そうです。おお。すごい。阿部の誕生日だと思ってね。おめでとう。えすごい。えすごい。えすごいですね。そうなんだ。 おえ,えっとですねあのー、僕一回違った舞台で、うんあのー、海外の思春期の少年の役を演じたことがあるんですよ。うん、で今回これも演じさせていただいてその時にすごく感じたのが時代が違っても、うんえー、性別が違っても国が違っても宗教的なことがあってもいろんなことが違っても思春期の時に抱えることって 結構同じなんですよ格納って思うことが、うん、なのでそのポーランドの映画祭に出品してこう海外の人たちが見てもらうことによってやっぱり共感はしてもらえるんじゃないかなっていう自信はすごくあるのでまたそこから海外の人たちが見た違ったこう捉え方とか反応とかっていうのは絶対あると思うのでその声がすごく楽しみですね。 それではおしみ先生からお願いいたします。あどうもありがとうございました。えっ、ー、とですね、こうあの僕はちょっと漫画を読んでいる人にお伝えしたいんですけど、これはあのなていうんですかね、こういイケメン俳優が出ているとか、そのビビさんが出ているとかそういう映画ではありません。あのすごく、えー、原作の魂の部分を継承していただいたって自分で言うのもあれなんですけど。 あのなんかそういうあの見た目に騙されずにぜひあの原作がお好きな方はぜひ見ていただきたいなと僕は思っております僕自身はあのこれをあの中学生ぐらいの時に見たかったなってあの見たらなんかあのすごい楽になったんじゃないかなと思うあの自分にとって大切な映画ですのであのすごくこの役者さんたちが。 えっと、漫画の人物たちを、あの血となり肉となり。あの存在を体現してくださったと思っております。あのとても感謝しています。なので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ますでは、井口昇監督、お願いします。はい。ええー。 もう先ほどどもお伝えしましまたけど8年ほど前に、えー、と清水先生に、えー、と映画化にしたいっていうふうに話をしてそ今こうやって一緒に舞台に立てていてでいろいろあのすごくありがたい言葉を言っていただいてすごく今胸いっぱいです。で僕この作品に関しては自分,の自分が、まあ、あの居場所がないくて、まあ、孤独な青春時代を送っていたのでやっぱり、えー、とそういう青春時代を今送っている方に。 まあ救いになってくる作品になってくればいいなと思っておますこの作品を見て心に響いた方はまたもう一度見ていただけたら嬉しいですしもし、えー、よろしければあのご家族の方やお友達にもこの映画の存在を、えー、伝えていただければ嬉しいなと思っています、えー、本日は誠にありがとうございましたありがとうございますそれでは 伊藤健太郎さんお願いいたします、はいえー、まずは、えー、今日お越しいただき本当にありがとうございましたそうですねまあ何度も話に出てますけれどもこの作品がこうやって今ここで上映されるようになれるまで8年かかったんですよねその8年ってすごいことだと僕は思っててで僕もこのお仕事この世界に飛び込んでから約8年ぐらい経つんですけど。 そんな、ね、僕がお仕事始めた時から動いていたこの作品に今こうやって主人公としてここに立ってご挨拶させていただけているのがものすごく感慨深いというかで、まあ、1年前に撮影したんですけどそれがこうやって今上映されるっていうのもなんかいろんな気持ちが混ざってすごく不思議な感覚なんですけどでも本当無事初日を迎えられましたし絶対誰かの背中を押してくれるような。えー 救われる人が絶対いる作品になってますので本当にたくさんの方々に見ていただきたいですし一度でも二度でもなんかみ何回重ねるごとに見え,見え方も変わってくると思うのであの本当にいろんな方々に見ていただきたい作品です、えー、今日は本当に短い時間でしたけれどもありがとうございましたありがとうございました以上をもちまして悪の花公開記念舞台挨拶終了いたします皆さんありがとうございました ありがとうございました。それでは井口監督からお進みください。井口監督ありがとうございました。伊藤さん、ありがとうございました。伊藤さありがとうございました。そして、玉城さんありがとうございました。秋田さん、ありがとうございました。そして、鷲見先生どうもありがとうございました。